来たか。君を呼び出したのは他でもない、誰ならしき女がニューヨークに現れた。ルフィたちベータチームと共に再度ニューヨークに飛んでくれ。準備はいいか。時間がない、頼んだ。転送完了しました。あの女はどこだ。一刻も早く探さなくては。ピッコロ、あっちだ。さあ、私は本物かしら、それともレプリカかしら。倒せばわかることだ。これならどうかしら。逃がさないわ。そこに甘え。ジャンク。そこね、甘え。これでどう。どこ見てるの。素敵です、プレゼントよ。そこね、甘え。見えるかな。そこね、消えなさい。来たぞ。残念、私はレプリカよ。作られた命とは哀れなものだな。俺の知っている人造人間たちは悪人でもまだ自由があった。いや、作られた命だから哀れなのではない。自分の意志を持てないのが哀れなのだ。それは本物の人間でも同じこと。なるほど、そうかもしれんな。ピッコロ、ガラ、次の地点に向かうぞ。他のみんなも今頃うまくやってりゃいいけんどな。いた、あれだってばよ。探す手間が省けたな。ジェイフォース消してあげるわ。行くぞ、ナルト、ダイ。ああ。ブラスベースより通信です。聞こえるかみんな。ガレナの居場所が分かった。一足先にサンジが向かっている。サンジ？あいつ女は蹴れねえんだぞ。今から座標データを送る。すぐに向かってくれ。分かった、任せろ。行くぞ。よくここが分かったわね。でも残念、結局あなたは私を攻撃できない。そうでしょ。ああ、俺は死んでも女は蹴らん。だからといって君を逃がすつもりもねえ。それじゃあ一体どうするの。仲間が来るまで足止めする。抵抗するわよ、全力で。ああ、煮るなり焼くなり好きにしろ。そう、ならお言葉に甘えて。サンジ！遅かったじゃねえか。
あとは頼むぜ、船長。お前、わかった。任せろ。誰が来ても同じこと。あなたたちの今の実力ではね。ごちゃごちゃうるせえ。行くぞ。なかなかやるじゃない。でも時間は十分稼がせてもらったわ。そうでしょ、プロメテウス。ガレナよ、よくやってくれた。お前、いいのよ、すべては私たちキーマンの未来のため。キーマンの未来のためか。確かにそうだな。ねえ、いつまでそこで見ているの。さあ、助けてちょうだい。すまんが、それはできない。はあ、どういうこと。ガレナ、お前はよく働いてくれた、キーマンの未来のために。だが、世界が一つになるのならば、キーマンは一人で十分だろう。プロメテウス、裏切るつもり。そろそろ時間だ。私はキーマンよ、プロメテウス。許さないわ。プロメテウス。あいつのことまで利用してたのか。キーマンの未来のためだ。致し方ないだろう。お前、現実世界とジャンプ世界は壊れた。キーマンによる新たな世界の創造はすぐそこだ。その時が訪れるまでしばし待つがいい。ガレナのレプリカを片付けんのにだいぶ時間を食っちまったってばよ。本体じゃねえっちゅうに、えれえタフなやつだったな。ん、どうしたナルト。あれ、のんびりしてらんねえってばよ。早くプロメテウスを倒さないと本当に世界が壊れちまう。ん、避けろナルト。誰だ。すっかり囲まれちまったみてえだな。どうする、悟空のおっちゃん。こいつら黙って通しちゃくれねえだろ。一丁やってみっか。おう。おいサスケ、足手まといになるなよ。それは俺のセリフだ。生意気なガキだ。口だけじゃないところを証明してみせろ。言われるまでもない。次から次へと。だがこの程度でこの俺を倒せると思っているのか。いや違う、おそらくこいつらは俺たちを足止めするためだけの捨て駒だ。プロメテウスめ、小賢しい真似を。あそこにあいつがいるんだな。ルフィよ、あの中はアンブラスじゃ。アンブラス？俺たちのベースキャンプがある場所か。そうじゃ、現実世界とジャンプ世界の狭間に位置する異世界。そこでプロメテウスは計画を実行するつもりなのであろう。邪魔をするでない。ルフィ、ここはわらわに任せるのじゃ。ハンコク、頼んだぞ。行くぞ。さあ来るがよい、わらわが相手をしてやる。無事か、ハンコク。わらわの名を気安く呼ぶでない。名前呼んで何が悪いんだよ。で、ルフィたちは。ルフィたち、
アンブラスへ向かった。そうか、悟空とナルトも向かったところだ。私たちも早く後を追いたいところだが、そう簡単にはいかぬようだな。このレアツ、まがいものじゃねえな。プロメテウスに目的を達成されると困るのだよ。私にとって都合が悪いのだよ。私たちと戦う意思はないというのか。私は常に私を支配しようとする者を打ち砕くためにのみ動く。お前を信じたわけじゃねえぞ。承知していると。始めようか。湧いて出てきやがった。ここは私が引き受けよう。お前たちはアンブラスへ向かうがいい。平気なのかよ。愚問だな。そうかよ。じゃあ頼んだぜ。行くぞルキア、ハンコック。